画をご覧の皆さん、こんにちは。大学院合格受け人の藤本健一です。さあ、今回も藤本の格論をお届けをしてまいります。今回ですね、好評の社会人大学院生インタビューシリーズを行ってまいります。今回お話を伺うのはですね、株式会社北日本消毒の代表取締役で、現在ですね、兵庫大学というところで大学院修士課程2年生の、港徹さんのお話を伺っていきます。皆さん、今回よろしくお願いいたします。はい、弊社株式会社北日本消毒は主に害虫駆除を主たる業務としてまして、その他に医療廃棄物の収集運搬ですとか、殺菌消毒の施工ですとか、その他ですね、もう少し大きな動物、アライグマとか鹿とかですね、そういった被害対策をやっています。なんか背景に出てるのが全部それってことですよね。あ、そうですね、背景に出てるのはそれっぽいようなやつを背景にしてます。駆除する対象が全部背景って結構すごいことだなと思うんですけど。そうですね、はい、なかなかこういうのはないかもしれない、まさにそういう害虫駆除をするですね、町のヒーローとしてということで、会社のロゴも含めて結構ヒーローもの、ウルトラマンとかそういうのをモチーフにされているというユニークな会社さんだと思います。はい、で、皆さんはそこのですね、代表取締役として、忙しく社長業をやっている裏でですね、2023年4月から兵庫大学の大学院の修士課程に通われているということを聞いています。社長就任の多分 1,2 年後ですよね、進学されたというのは。そうですね、そのタイミングで進学をされたのって何か理由があるんですか？今入ってる科が地域ビジネス学科でして、やっぱり地域課題を自分の仕事やビジネスを通してどうやって解決できるのか、地域にお役に立てるのかっていうところをですね、ちょっと、もっと深く勉強していきたいなって思って、この学科に入ったというのがきっかけですね。どっかで勉強しようと思ってました。その地域課題の改善というところはどういうことを研究する大学院なんですか？それぞれもう社会人大学院なので、社会人の方が非常に多いので、まず自分の仕事の中でですね、経験をよりこう深めていこうと、その、自分の仕事がどうやったらですね、地域とのつながりが実は持っているのかというところを探るところからですね、そこ知らないとどういうふうにお役立ちができるのかっていうのは分からないので、さらにそこは深掘りするような勉強してますね。この授業っていうのは結構加古川まで、あと兵庫県まで行って授業を受けてるって感じなんですか？年に1回行くかどうかですね。なんか入学式とかですね、あとスクーリングとか、そういった時には行きますけども、基本的にはもうオンラインで、授業をしています。で、その大学を選んだっていう理由もですね、大学院ですので指導してくださる先生見つけないといけないんですけども、その先生と知り合いだったというところが一番大きいですね。そうなんですね。教員の先生と知り合いというと、なんかどんな風に知り合ったんですか？いや、それは経営者向けのセミナーとか行ったりとかですね、自分でこういうこと勉強したいなっていうところの、勉強会行った時に知り合った先生とですね、恋にさせていただいて、平たく言えば飲み友達にさせていただいてですね。はいはいはい。それがご縁で、その先生が大学院で授業なされるという、お話を聞いたので、ここに行こうかというところで、学校で選んだというよりも先生で選んだという方が大きいですね。すごいですね。じゃあ学校ではなく先生で選ぶ。確かにこういう大学院って教員、大学院の場合はやっぱりそっちの方が、でそれで先生のところで学びたいですと言って、それだけで入れてくれるわけじゃないんで、試験勉強して、そうですね、いろいろありましたけども。わかりました。で、実際にそれで入ってみていかがですか？入ってみて、なんかこれいいなと思うところ、逆にこれあんま良くないなっていうところがあれば教えてください。社会人になっちゃうとですね、やっぱり仕事とですね、仕事と飲み会とかでですね、追われてしまってですね、その他にもいろんな活動は、やってるんですけども、やっぱり時間をですね、作って勉強するっていうのは自分の意思ではなかなかできない。なるほど。ので、もう強制的にその単位を取らなきゃいけないとかですね、論文を書かなきゃいけないっていうような、やっぱり状況に追い込まれて、ようやく勉強するなというような、自分の性格的にはそうなので、
そういう環境を作れるっていうのが一番大きな魅力かなと思いますね。あ、これマイナスのことじゃなくてプラスで言ってらっしゃったんですね。うん、そうですよ。なるほど、ええ、確かに追い込まれて勉強さ、これマイナスだとそうじゃなくてプラスです。プラスです。すごいですね、はい、このプラスだと感じるのはやっぱりその学ぶことに結構なんかこれ役立つなみたいなものがあるからなんですか。完全に、まあ、やっぱり仕事をしてるだけでは身につかない知識ってやっぱりありますので、うん、はいはい、やっぱり、まあ、最先端の先生のお話っていうのはやっぱり定期的に聞けるというのは非常にありがたいですね。なるほど。皆さんのいらっしゃるところ地域ビジネスということなので、例えば具体的に言うと地域活性化とか地域創生とか、あ、そうですね、いろんな取り組みとかそれを支えるための理論とか、はい、そういうものをなんか学べたりする場所なんでしょうか。そうですね、理論も学べれますし、実際に先生と一緒にですね、うん、地域課題を解決のためのですね、はい、あの現地に行って、はい、そこの役場の皆様方と実際にヒアリングに参加させていただいたりとか、その町を視察して、とかですね、はい、で最終的には自分でその役場の皆様方の前で、こういう提言をさせていただいたりとかですね、うんうん、具体的なそういった、まあ、現地を見て、提言するというところまでですねやらせていただけるので、その、まあ、先生のお話を聞くだけではなく、しかも、まあ、聞いたお話をレポートに書くというだけではなくですね、現実的に起こっているところに対して何をすべきなのか、何というところをですね、できるというのが大きいかなと思います。いいですね。実際にどういう場所行かれたんですか。あ、今のところですね、離島ですね。離島、礼文島に昨年行きましたし、まあ、今年も行くんですけども、礼文島は礼文島でやっぱり課題がたくさん あるということなので、実質日本の最北端の島ですからね。そうですね、やっぱりどこのやっぱり町ももうこれは仕方ないですけど、人口減少とか若い人がいないとかですね、うんうん、そういうのがありますし、まあ、離島は離島で、じゃあ人が減っていけば今度防衛上の問題とかあったりするので、うん、離島だからといってですね、そういう問題をないがしろにはできないというですね課題があるので、それに対してですね、どうやって人をですね、定期的に、お呼びすることができるかというところの課題解決ですとか、まあ、少ない人口の中でどうすれば仕事をですね、業務を回すことができるのかですとか、漁師とかそういう水産加工系とかですね、そういうのが非常に活発な町ですので、まあ、昆布とか竹とかですね、はいはい、そういう有名なものがあるので、あとウニとかですね、まあ、そういった作業を従事されている方のご支援をするための手法というのは何かないのだろうかというような、そういった課題に対しての提言をしていくということですね。実際にその現地まで行ってっていうことは非常にアクティブな大学院っていうのが非常に面白いですよね。あ、そうですね、分かりました。ちなみにこれ通ってる方っていうと、皆さんのようになんか経営者の人とか どんな方がいらっしゃってるんですか。あ、経営者の方ですとか、あと行政ですね。はいはいはい、ね、それぞれのこう役場とか市役所とかでですねご活動されてらっしゃる方ですとか、あと議員さんですとか、議員さんはすごい、そういった方々がですね、入学されてますね。分かりました。じゃあここまでいいこと聞いてきましたけど、なんか逆に良くなかったことって何かありますか。良くなかったことはですね、まあこれ本当飲む時間なくなったなってでもこれ視察でも飲んでますよね、離島で。あ、そうです、そうなんで、まあ視察先で、はい、やっぱり現地調査をするにはですね、やっぱり町の人とかからなければいけないということで、やっぱり行きますね。そのどういう、飲食店があるのかとかです、はいはい、どういうお酒が飲めるのかっていうのもやっぱり大事な部分ですね。そうですね、まさに皆さんがやってらっしゃる地域ビジネスとかのことですと、観光とかそういったものもやっぱり関わってきますんで、だから仕方なく飲んでるわけですよね。そうです、仕方なくです、それも仕方なくですね。はい、
かね、はい、仕方なく楽しく飲む仕方なくです、はい、素晴らしい。飲む時間が減ったと思いきややっぱ飲む時間になるというそうですね、はい、飲む時間ないなと思ったらやっぱりいろいろ絡めて飲むようにしますね。いいですね結構このですね、学生の同士、学生とか院生の中でも交流って結構やったりするんですか？ああ、まあ確かに、ですね、院生同士の交流というのはほとんど皆さんいろんな地域からの人が、はい、多いので、はい、まあ、年に1回とかのスクーリングの 中で、お会いしたりですとか、あとは、まあ、今後ですね、お互いの論文今、うん、書いているので、指導している先生からのアドバイスというかですね、言ってるのはもう院生の中でお互いの論文を見せ合って、はい、お互いにアドバイスし合ってくださいっていうのは言われているので、まあ、今後お互いの論文を、まあ、中間発表も通してですけども、お互いの論文見合ってですね、はい、いろいろアドバイスし合っていく時期にこれからなってくると思います。じゃあこれからがますます交流が楽しくなるという感じですね。そうですね。この皆さんがですね、通われているっていうのはある意味なんか経営者だからこそ時間を作りやすいってとこもあるかもしれないんですけど、そのあたりはどうでしょうか？そうですね、やっぱり時間を作るためのっていうのがあるので、やっぱり逆算して、はい、経営者自身がですね、あまりこう、日常業務からいかにこう手離れできるかどうかっていうところはですね、まあこの大学に入るっていうのを決めてから1年ちょいぐらい前から入るのを決めていたので、そこ逆算していって、自分がその会社にずっといなければいけないですとか、うん、まあ、そういう状況を少しずつ直していきました。自分がいなくても、はい、社員さんがですね、仕事を回せるように、自分が指示をしなくてもですね、うん、ある程度のルールの中で、やってくれるような環境を作っていきました。そういう工夫をしてきたからこそ、なんか礼文島に行くような時間を作り出す。そうですね、 4,5 日いなくてもですね、はいはい、まあ、スマホでちゃんと状況チェックできるっていうような環境を作っていきましたね。ちょうど今こうやって大学院での生活を聞いているわけなんですけれども、まさに経営者としてですね、なんかこの勉強するといいますか、大学院に行くことの意義って、皆さんはどういうところにあると考えますか？昔も自分も、まあ、20数年前大学に行ってましたけども、まあ、その時の知識と経験は、ま、今はもう全く役に立たないっていうことですね。あ、そうですか、はい、まあその時大して勉強してなかったっていうのももちろんあるんですけども、やっぱり何十年前にどこどこ大学を卒業しましたっていうような肩書きはもう全くこう役に立たないというですね、ことですよね。だから常に新しい情報というのは手に入れる仕組みとか習慣っていうのは身につけていかなきゃいけないんだろうなというふうに思いますんで、やっぱり、過去自分がどうだったかというのを、今何を勉強しているのかということの方がやっぱり重要で、うん、そのための一つとして大学院があるんだろうなというふうに思います。いや、皆さんかっこいい発言を本当にありがとうございます。そうですか、言われた通り言ったんですけど、そんなことですよ。そんなことはないです。そんなことはない、打ち合わせほぼゼロでやってますんで、はい、そんなことはございます。宮さんとしたら、まあ、来年の3月で終了ということですよね、まあ、大学院、終了した後のなんか展望とか目標とか何かあったりしますか？ありがとうございます。今大学院で、修士論文を書いているテーマがですね、はい、5S 活動って言いまして、5S というのは整理整頓清掃清潔習慣の5つの S なんですけども、食品工場とかで 5S 活動を導入した場合の経営理念の浸透具合についての調査研究を論文として挙げてやっています。で、これをですね、論文書いていく中でですね、まあ、うちの会社のお客様が食品工場さんが多いものですので、食品工場のですね、まあ、整理整頓というのは非常にまあ重要な部分なので、もっとですね、食品工場さんのこの整理整頓を強化していくと、まあ、安全性とか効率性の他に、
経営理念の浸透にも役に立ちますよというところをですね、明らかにしていきたいというふうに思っています。でそれをそういったことをですね、明らかにしていった上でですね、職員工場さんに、まあ、ゴエス活動もっとやった方がいいですよっていうようなですね、おすすめできるようなツールの一つとして使えるかなというふうに思います。経営者にとってみると意外とですね、はい、論文を書くというのはお客様に対してのですね、企画とか提案になんかつながりやすいなというふうにも思っていまして、お宅の会社はそういうことを進めてくるけど、そのための根拠って何なのっていうふうに聞かれた時のためのですね、はい、論文というのが非常に役に立つかなというふうに思ってます。いや、めちゃくちゃ考えられているわけですね。自分の修士論文がそういうツールとして使えるということは、それが後々の事業の発展にもつながりますし、お客様の信頼にもつながると。そういうことですね。はい、でいいですね。これから社会人大学を目指している方、もっと言ってしまうとですね、まあ、経営者の人でなんか大学院を考えている方に何かアドバイスやメッセージがありましたら、よろしくお願いします。はい、まあ、先ほど言いましたけども、やっぱり今までの知識では全然、もうこれからの時代もうすぐに世の中が変わってしまうので、本当に学び続けるということってのが非常に大事になってくると思いますし、その姿勢をやっぱり社員さんも見てくださってるんじゃないかなというふうに思います。だからこう経営者が自ら勉強していくということ、また勉強するにしてもですね、やっぱり時間をやっぱり作らなければいけないので、作らざるを得ないので、その環境でですね、作っていくっていうような努力というのも、また社員さん自身の成長につながりますので、すごく経営者にとっては大事なことでもあるし、やった方がいいんじゃないかなというふうに思います。大学院はやっぱり経営者にはおすすめのところと思います。いいっすよね。ありがとうございます。いや、まさに本当になんか狙ったようなことを言っていただいて本当に嬉しいなと。ありがとうございました。はい、皆さんの会社ですね、以前私の動画でも上げてるんですけれども、さっきおっしゃってたゴエスというものを徹底的にやっているところです。だから言ったら椅子がないんですよ。はい、ないですね。スピーディーに業務がこなせるように、まあ、スタンディングデスクがあったりとか、物の整理整頓もあり、無駄もなくなっていると、まあ、そういうですね、自社での実践を、まあ、お客様のところにも広げてらっしゃる。で同様にですね、皆さんがそういうふうに新しいことを広めるために積極的にセミナー出たり勉強したりなさっていると。でそういう取り組みはですね、本当に会社のですね、成長の土台になっているところだなと私も実感しています。だから皆さんがこの社会人大学院で学びがですね、ますます、北日本消毒の発展につながっていくんだろうと思うと、私も大変ワクワクしておりますので、今後も応援させていただければというふうに思います。今回インタビューのご協力大変にありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。はい、こういった形のですね、映像の、動画配信、定期的に行っておりますので、もっと見たいという方はいいねボタンやチャンネル登録ボタン、また概要欄から LINE 登録、メルマガ登録もできますので、お気軽にどうぞ。なお概要欄からですね、北日本消毒さんの LINE、サイトもですね、紹介してございます。まあ、こちら見てみるだけでも結構面白いサイトなので、特に特撮ヒーローとか好きな人はぜひ見ていただければというふうに思っております。最後になりますが、今回も最後までご覧いただきまして大変にありがとうございました。